新型コロナが5類に移行して半年が経ちました。マスクの着用も半分近くに減っているようです。今朝の地下鉄東方線大通駅です。ちょうど半年前に新型コロナウイルスの位置づけが5類に引き下げられました。半年前の5類に移行した初日と比べてみても、マスクを外し通勤する人が多く見られます。マスクよりも自分で免疫を上げるための食生活とか、マスク以外の対策っていうのを、個人的にするようにしてます。職場でもつけてるので、まだ外さなくてもいいかなって。こちらは札幌医大が独自の推計で発表している新型コロナの感染状況です。5類に移行してからは、去年10月から12月のいわゆる第8波を超える感染拡大にはなっていないものの、これから迎える冬場は感染が広がりやすいため注意が必要です。一方、5類に移行してからの経済的な部分では回復傾向にあるのでしょうか。北海道の空の玄関口、新千歳空港です。北海道エアポートによると、国内線の利用客はコロナ前の2019年の9割以上まで回復しているということです。飛行機もかなり、満席ですね。大体こういう空港に来ると人が増えて、なんか活気にあふれてるなと思いました。観光客が戻ってきたことで、百貨店も本来の姿を取り戻しています。5類への移行を受け、こちらの百貨店ではこのようにこれまでのような対面での試食を再開しています。こちらの百貨店では飛沫防止シートを取り除いて、従来の試食などが行えるようになりました。化粧品売り場でも客に直接触れて行う接客になっていて、百貨店全体の売り上げは2019年のコロナ前の水準まで回復したということです。コロナ前にもうかなり同等レベルまでは来店が増えておりますし、お客様の層もビジネスの方とか観光の方が非常にやっぱり多くなってきております。売り上げとしてはもうコロナ前に回復したと言って間違いはございません。札幌の歓楽街、すすきのにある飲食店です。コロナ禍では席と席の間に飛沫防止のための仕切りがありましたが、5類に移行してからは仕切りを外し、従業員のマスクの着用も個々の判断に委ねているということです。大人数っていうのはやっぱりコロナ流行ってる頃はあんまり行ってなくて、最近気にせず行けるようになったかなっていうのは。5類になってやっぱりお客様の戻りっていうのはすごくあり、すすきのを含め撮影機中心部ではお客様がだいぶ戻られてきて、売り上げも上がってきている形になります。年末に向けては20人以上の忘年会の予約も店舗によっては入ってきているということです。コロナが5類に移行してから半年、人の動きや経済面など、コロナが流行する前の2019年のような生活を徐々に取り戻しつつあります。